今日はこのマガストアをちょっと見てみましょう。最初の画面は、まあ、ストアに直接行ける。このマガストアの特徴は、欲しい雑誌をですね、ここですぐに買えるんです。ダウンロードして買えるんですね。もう課金もされます。だから、まあ、いろいろ手続きしなきゃいけないオンラインストア多いんですけども、かなりシンプルに使える、ユーザーにとってはありがたい仕様になってます。で、買った雑誌はこの本棚に入るようになってます。今店頭に並んでるフライで、買ってみました。それから、これ昨年の11月に、出た「ニューズウィーク」の日本語版ですけれども、最初に表紙が出ますね。で、サムネイルで、まあ、見ることもできます。ただ、まあ実際は目次を見てですね、で、読みたい記事があれば読むんですけど、ただ、これ大変ですよね。こうズームして読めますけどもね、確かにこうやってちゃんと読むことができます。読みづらさはないです。だけど、これをこうやってスクロールしながら読んでいくっていうのは結構大変、意外とストレスあるんですよね。だから、まあこういう写真があれば写真をここでズームしてみてもいいんですけども、読むときはちゃんとここでテキストで読めるようになってます。で、もちろん、ここでですね、反転して読むこともできますし、文字がもうちょっと大きい方がいいかなっていう場合は、文字を大きくして読むこともできる。だこうやって読めば、片手で、まあ、電車の中でこうやってじっくり読めますよね。だから、その紙の雑誌をですね、そのまま取り込んで、こうやって確かに読めるけれども、これは結構厳しいですよ。一冊の雑誌をこの小さいデバイスで読むときはですね。だから、そのためにはテキストをね、ここできちっと分離して、で、テキストは記事はきっちりここで読めるようにしとくという。だから、こういう小さいデバイスで雑誌を読むときのやっぱりスタンダードな形だと思います。この分離しとくというのがね。はい、マガストアでした。